はい、どうも、かがみじょうです。今日も一日一曲聴いていきましょう。今日は平井大さんのシンフォニーという曲でございます。この曲はですね、劇場版東京 MER 走る緊急救命室主題歌でございます。はい。平井大さんね、めっちゃいいんですけど、この曲バラードでめっちゃいいですね。今までの中で。これちょっと一番好きかもしれないですね、この曲。ロックバラードというか、なんつうんだろう。ニュアンスは俺のイメージ的な感じは、もう俺大好きなんですけど、エアロスミスとか、ね、アイドン、ミスターシングとか、あと、Fly Away From Here っていう曲とか、ああいうもうザ、ね、ロックバラードというような、バラードの、このオーケストラアレンジだし、素晴らしい、この平井大さんの声とも合ってるし、めちゃくちゃいいですね。これ今までの平井大さんの曲で一番好きかもしれない。あれですね、未来を恐れず、隣にいる人を守ること、そこから世界を変えられるという希望と願いに満ち溢れた、究極のラブバラード、力強いボーカルとオーケストラを巻き込んだ壮大なアレンジが印象的な曲に仕上がっている。ほんとその通り。本当もその通りですね。いや、一番好きかな、この今までの曲で。そんな、なんかほら、ジャーニーとかのさ、オープンアームスとかみたいな立ち位置になるような、そのラブバラードなんでしょうね。平井大さんって結構エコチョクとか、そういう、僕は、ね、いつもエコチョクのランキングで調べたりしてるんですけど、新曲を。で、結構デイリーには曲結構よく出るんですよ。なんですけど、このウィークリーでこう、あんまりこうね、残ってるとか、そういうイメージがあんまないんですよね、平井大さんって。デイリーにはこう入ってくるんですけど、だからぜひね、この曲めちゃくちゃいいし、ぜひウィークリーでも残ってほしいと思うぐらい本当いい曲でした。ぜひね、たくさん聴いて、平井大さんのシンフォニーね、とあとこのあれですか、劇場版東京 MER 走る緊急救命室ですね、チェックしてみたら楽しいんじゃないですかね。ということでですね、平井大さんのシンフォニーぜひ、聴いてみてください。ということで、今日もありがとうございました。川口でした。